あなたが毎日何気なく使っている日本語、実は世界から見れば日本語とは非常に異質な言語であり、そのルーツは未だ謎に包まれているということをご存知ですか？日本語は大きく3つの異なる言語が組み合わさっています。かつて中国から入ってきた漢語、西洋の言葉を表すカタカナ、そしてこれらよりもはるか昔から日本に存在する和語。漢語とカタカナが加わったことにより、日本語の表現は大きく広がってきました。古来よりあった和語の起源は未だに分かっていません。言語学という分野が日々研究され、発展していく中で、大半の言語はその起源が判明しており、仲間ごとに分類されています。しかし日本語は数少ない、未だ正体不明の言語なのです。一体、どこから来た言葉なのでしょう。こんにちは、Mちゃんです。今回は、謎に包まれた日本語の起源についてご紹介します。世界には7000以上もの言語がありますが、私たちが使っている日本語は、独自の発展を遂げてきたため、他の言語との共通点が非常に少ない言語です。アメリカの国務省が発表した外国語習得難易度ランキングでは、最も難易度の高い言語の一つとして分類されています。共通の祖先を持つ言語同士の特徴を比較する比較言語学的手法を用いても、日本語の系統関係ははっきりとは分かっていません。日本語を構成する3つの言語のうち、漢語とカタカナについては、どの時期にどういった経路で入ってきたか、歴史的に判明しています。しかし和語については、どのように形成されたのか不明です。時は遡り、弥生時代。かつての日本に住んでいた私たちの祖先は、日本語の始まりとされている言語を使い始めます。狩猟生活を経て農耕を始め、集団で定住するようになった頃でした。そこでは何らかの会話がされていたはずですが、日本には長く文字というものが存在しなかったため、当時の言葉は形として残っていません。そのため、起源を分析する術がないのです。古来より日本語の起源については、様々な研究や議論が重ねられてきました。例えば江戸時代には、国学者の新井白石や元織宣長らによって、そのルーツが研究されていたという記録があります。そして続く現代においても、様々な可能性が探されている最中です。それでは次に、和語の起源について、これまでに挙げられているいくつかの仮説をご紹介します。巷でよく言われるのは、中国語起源説です。地理的にも近く、古くより中国からの言葉を取り入れてきたため、中国語が起源と考えるのは普通じゃないかと思う方も多いかもしれません。実際、文字に関しても、漢字の成り立ちに大きな影響を与えています。しかし、中国語が初めて日本に渡ってきたのは1世紀頃。それは和語がある程度出来上がったその後のことになります。また、中国語は文法的にも異なる点が非常に多く、言語学上、日本語との系統関係はないとされています。起源の謎を解明するには、まず日本語がどの語族に属しているかを特定する必要があります。語族とは、同一の祖語から発達してきたと認められる諸言語のグループを指します。文法が似ていること、発音が似ていること、日常的な言葉が似ていること。この3点が語族を判断する基準となっています。そしてこれらの特徴を踏まえて、日本語と似ている言語を探したところ、ユーラシア大陸に分布するアルタイ語族が注目されました。アルタイ語族には、中央アジアの言語を含むテュルク語族、モンゴル語族、シベリア東部や満州などで話されるツングース語族が含まれています。そして日本語も、このグループに属するのではないかという説です。例えば、このアルタイ語族に属しているトルコ語、日本語と似ていると聞いたことはありませんか？一見両者はかけ離れているように思えますが、実は文法だけでなく、
発音と意味が非常に類似した単語も数多く存在しているんです。さて、日本語がアルタイ語族に属するという仮説が立てられた理由は、母音調和にあります。母音調和とは、一つの語形の中に現れる母音の配列に、一定の共存の法則が認められる現象のことです。古代の日本語、すなわち大和言葉には、アルタイ語と同様、一種の母音調和が見られます。加えて、もう一つの共通する特徴は、R で始まる言葉が極めて少ないという点。驚かれるかもしれませんが、元来日本には、ラ行で始まる言葉はありませんでした。現在の日本語にある、リンゴやロウソク、ラクダなどは、奈良時代以降に中国などの諸外国から入ってきたもので、もともとの和語にはない言葉です。しかしこの説は、挙げられた類似点のみでは、日本語とアルタイ語族との関連を示す十分な証拠にまでは届かず、その可能性は低い、もしくは日本語の一部にのみ関連するというのが言語学における定説です。次に注目されたのが、かのインダス文明を築いたと言われるドラビダ人が使用する言語の語族、ドラビダ語族です。主に南インドやスリランカ、加えてパキスタン、アフガニスタン、バングラディッシュなどで話される約26の言語が属しています。日本語と似ている点は、膠着語にあります。膠着語とは、別名粘着語とも呼ばれ、その名の通り、単語にくっついて文章をつなげ、意味を持たせる役割をしています。例えば、私はリンゴを買うという文章。膠着語は、テニオハにあたるハとオです。これをたった一文字変えると意味が変わります。私にリンゴを買う。こうすると別の誰かが私にリンゴを買い与えるという意味になりますね。あるいはこれらを正しく配置しなければ文章自体が意味不明なものになってしまいます。また、膠着語の特徴の一つとして連続していくつも並べることができる点が挙げられます。例えば、譲るという単語であれば、譲りそう、譲られたい、譲られたらしいといったように後ろに加えていくことで意味を膨らませることができます。そしてこのような文法構造がドラビダ語族と対応関係にあると言語学者によって主張されたのです。中でもドラビダ語族のうちインド南部で話されているタミル語という言語が特に文法などの点において共通とのこと。その主張通り、似通っている部分は多くありました。しかし、それは生活や社会、自然、祭事に関する単語のみに限り、その他植物や魚の名前などでは、ほとんどが類似せず、残念ながら、この学説は多くの批判を受けることとなります。オーストロネシア語族とは、台湾からニュージーランドなどの太平洋の島々、東南アジアからインド、そしてマダガスカルに至るまで、地球上広く散らばる言語です。ハワイ語やインドネシア語などが、この語族に所属しています。日本において、初めて言語を話し出したとされる弥生人。彼らが使用していた言葉は、オーストロネシア語族の言語であったとする説があります。日本語とオーストロネシア語族の大量の言葉同士を比較し、統計的な手法を用いた結果、類似関係が見られるとされたのです。特に、稲作関連の言葉に共通性があると主張されています。ただし、この学説も他と同様、立証には至っていません。多くの研究者たちがオーストロネシア語族説を信じて、多角的な方面から様々なアプローチをかけ立証を試みても、日本語という言語を解き明かすには、その謎はあまりにも深く大きく、全貌を見るまでには誰もたどり着けないのです。他にも、古代ヘブライ語やアイヌ語を起源とする説、複数言語が合わさってできたという説など、様々な仮説が立てられていますが、どれも十分な根拠はなく、はっきりとしたことは何もわかっていません。私たちが普段使っている日本語が、実は正体不明の言語だった、というのは、なんだか不思議な気持ちになりますね。日本語の起源を含め、
古代日本には未だ解き明かされていない謎が数多く存在します。古墳時代の金属器の最高傑作、奈良県立橿原考古学研究所により総称された2つの遺物はいずれも国宝級の出土品でした。2023年1月25日、奈良県富雄丸山古墳、日本最大の円墳から発見されたのは国内唯一の打龍門縦型銅鏡と国内最大の2メートルを超える打口剣。これまでの認識を覆す非常に精巧な技術力、最高峰の一品とともに眠る人物とは一体誰なのか。大発見に見る謎多き古墳時代の新たな景色を紐解きます。こんにちは、Mちゃんです。今回は古墳時代の最高傑作、打龍門縦型銅鏡打口剣と古墳の主の謎をご紹介します。直径109メートル、富雄丸山古墳は円墳としては日本最大の大きさを誇ります。築造時期は4世紀後半、古墳時代半ば頃と推定されており、これは日本の歴史から記録がすっぽりと抜け落ちた期間、空白の150年にあたります。明治時代、許可なく土地を掘り起こす盗掘により多数の副葬品が出土したことから、富雄丸山古墳の存在は広く知られるようになり、以来発掘調査や測量調査など熱心な研究が続けられてきました。そして2023年、ついに2つの国宝級の出土品は発見されるのです。遺骸を埋葬する木棺を保護する形で覆った長さ約 6.4 メートル、幅約 1.2 メートルの粘土の中に見つかったそれらの遺物は大変美しい金属器でした。打龍門縦型銅鏡、打口剣、いずれも形、大きさの面で前例がなく、極めて貴重な大発見であることは研究者たちには一目瞭然でした。龍のような文様がある縦の形をした銅鏡であることから名付けられた打龍門縦型銅鏡。その長さ約64センチ、幅約31センチ。背面中央には柱と呼ばれる紐を取り付ける突起があり、その上下には弥生、古墳時代の和鏡に認められる打龍鏡の模様が出されています。日本史上、縦型の銅鏡は類を見ず、国内で見つかった鏡の中で最大の大きさを誇り、装飾の文様は非常に緻密で複雑な作り。これはまさしく歴史的な発見といえるものでした。古墳時代における銅鏡とは、制作された場所により大きく2つに分類されています。中国大陸で制作され、日本列島へと伝来した中国鏡、またの名を白彩鏡。そして中国鏡を模倣しつつ、日本で独自に制作された国産の鏡、和鏡。いずれも一般的には、青銅や白銅など、銅の合金を使って鋳造され、その多くは円盤状をしています。磨き上げた鏡面に、様々な文様が出された鏡背。その中央に突起する柱、円部などで構成され、多くは鏡背の文様や円部などの特徴をもとに名前が付けられます。今回見つかった打龍門縦型銅鏡の名前の元となった打龍鏡とは、中国の伝説に登場するワニのような姿をした龍、打龍に由来します。文様には神々の像があしらわれ、また、乳と呼ばれる丸い突起を囲うように配置されているのは、邪悪なものを退ける霊獣の姿です。1世紀から4世紀初頭に中国で盛んに作られた中国鏡を日本の鏡工人が模倣し、独自の文様を組み合わせた打龍鏡は和鏡の代表例の一つでもあります。加えて打龍門縦型銅鏡には非常に精巧な鋸子紋も描かれています。鋸子紋とは三角形を連鎖して表現される幾何学模様の一つで、その名はノコギリの刃を並べたように見えることから来ています。また、板の表面は同年代の古墳から見つかる鏡と同様、滑らかに研磨されていることから、
縦型の銅鏡として作られたと推測されています。当時の最高の技術で作られたとみられる打竜門縦型銅鏡の発見は、これまで考えられていた以上に当時の金属工芸技術が発展していたことを明確に示し、研究者たちを大いに驚かせました。そもそも古墳時代において鏡とは祭祀の道具であり、王権を象徴するものでした。鏡を副葬品として古墳に納めることとは、死者の眠りを妨げるものがないようにという魔除けとしての呪術的な意味合いと、持ち主の権威を示すための維新罪としての政治的な意味合いの両方を合わせ持つとされています。ここにおいて魔除けとは、邪悪を避けるとされる中国の伝説上の動物の名前から壁蛇と言われます。壁蛇の意味合いを持つ鏡と、そして戦いにおいて身を守るための盾を組み合わせた打竜門盾型銅鏡。最高峰の技術を集めて作られたこの呪具は、葬られた人物の高い権威性を示しつつ、その御霊を鏡と盾とで魔の者から最大限に守護せんとする強い願いの込められた副葬品ではないかと考えられています。さて、銅鏡の発見跡からブロック状の粘土を挟んで上段に見つかったのがもう一つの呪具。守りの打竜門盾型銅鏡の対とも言える最高の武力を示した副葬品、打鉱剣。頭部の幅は約6センチ、長さはなんと約237センチ。波打つような刃の形をした日本最古の打鉱剣。同時に日本最大の鉄剣であり、また東アジアにおいても同時代の剣でこれほど大きい例はありません。塚頭、塚口、鞘口、鞘尻には装具の痕跡が残り、鞘の幅は約9センチにも及びます。打鉱剣とは、古墳時代における日本独自の形状の鉄剣で、西日本を中心に出土しています。これまでに見つかっているのは80例ほどと数少なく、最大級のものでも全長80センチほど。今回発見された打鉱剣がいかに特別なものかがわかります。打鉱剣は出土数の少なさやその形状から、実用的な武器としてではなく宗教儀礼のための武具であったと推測されています。鉄製の武器、武具は、銅鏡と同様に、魔除けの呪具、壁蛇としての意味合いが大きく、また、持ち主の身分を象徴するものでした。巨大な打鉱剣が示すのは、大変高度な鍛冶技術、大きな炉などの道具、そして材料となる大量の鉄を有していたということ。打竜門盾型銅鏡と同じく、最高峰の技術を結集して作られた一品でしょう。では、これほど丁重に埋葬された日本最大の円墳に眠る人物とは一体どのような人なのでしょう。弥生古墳時代の研究に携わる大阪大学の福永教授はこのような見解を示しています。富雄丸山古墳の主は大和王権を支えた有力豪族であり、打竜門盾型銅鏡や打鉱剣と共に埋葬されたのはその主に仕えた腹心のような人物ではないか。大和王権は3世紀後半頃から奈良盆地に成立した大きみと有力な豪族の連合政権です。富雄丸山古墳が作られた4世紀後半はちょうどもともと奈良盆地の南東部にあった王の墓が富雄丸山古墳のある盆地の北部に移動してきた時期だと考えられています。副葬された2つの呪具からは古墳に埋葬された人物の身分の高さが伺えます。大和王権において鏡を配布することは重要な意味を持っていました。各地を治める首長が大和王権に服属するとその証として鏡を配布し、配布相手の規模や王権との関係性により鏡の文様や種類、大きさ、数量は異なっていたと推測されています。とすると、他に例のない圧倒的な精度の銅鏡を持つことを許されるのは、やはり大和王権を中枢で支えた重要人物だろうと考えられるのです。さて、今回発見された2つの呪具は古墳の頂上部分ではなく盛土の裾にある作り出しと呼ばれる場所に見つかりました。作り出しには多くの場合、古墳に眠る主人の家族や腹心が埋葬されるといいます。
彼らは死してなお大きな盾と大剣を手に主の魂を守り続けていたのでしょうか。古墳に眠る人物には一帯を支配した王であるなど諸説言われ、今後の研究や新たな発見により謎は徐々に明らかになっていくことでしょう。未だ解き明かされない古墳時代の大きな謎、空白の150年の秘密もいつの日かきっと日本史の記録から消えた空白の150年、激動の4世紀の謎については概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。私たちの住む日本の歴史において一切の記録が残されていない空白の150年があったことはご存知でしょうか。遥か昔、邪馬台国の卑弥呼が倭国の女王として君臨した2、3世紀、ついで4、5世紀頃になると連合政権大和王権が日本列島を初めて統一します。その間に存在する150年間、日本史の記録はすっぽりと抜け落ちているのです。これを人々は空白の4世紀と呼びます。不思議なことに、この空白の期間で日本の古代文化は著しく変化を遂げています。記録に載らないというのは至って不自然です。一体この間に何が起きていたのでしょうか。この不自然な歴史の空白は、あるいは誰かの手によって人為的に操作されたのかもしれません。こんにちは、Mちゃんです。今回は日本の歴史から消えた空白の4世紀の謎をご紹介します。日本の歴史のミステリー、消えた空白の4世紀の謎。邪馬台国を統べた女王卑弥呼の死後、各地の豪族らが連合政権を形成した大和王権が成立するまでの空白の150年間。これは西暦で言うと266年から413年にあたります。そもそも日本の歴史とはどのように記録されてきたのでしょう。元来日本人は文字を持たない民族でした。日本最古の歴史書古事記が成立したのは8世紀初頭であり、それ以前のことは文字で記録されていなかったのです。しかし国境を越え、中国の歴史書には日本の記録が登場します。途中ピタリと記述が消えてしまう空白の期間を除き、その前後の時代については非常に詳細に記されています。現代の私たちはそのおかげで日本の歴史を知ることができているのです。まずは記録上に残されている空白の4世紀前後の日本の様子を見てみましょう。中国の歴史書「魏志倭人伝」にはこのように書かれています。3世紀初頭、当時の日本は倭と呼ばれていました。倭には30ほどの小国が存在し、それらの中心であった邪馬台国を治める卑弥呼が倭の国の女王として君臨していました。239年、卑弥呼は当時の中国魏へ使者を派遣し、魏の皇帝が新魏倭王の称号を卑弥呼へ与えたと記録されています。翌240年に使者は邪馬台国へ帰国します。歴史書には邪馬台国への行き方についての記載もありますが、様々な解釈ができるため、邪馬台国が日本のどこにあったのか未だはっきりとは分かっていません。数年後の247年、邪馬台国とかつてより不仲であった久奴国が戦争をし、その同時期に卑弥呼が亡くなります。卑弥呼の詳細な没年は不明ですが、いくつかの史書には240年から249年の間に死亡したと記録されています。249年、卑弥呼が死亡した後、男の王が統治しましたが、国は混乱に陥り内乱が続きました。そこで
卑弥呼の後継者にあたる豊という人物が女王となり、ようやく国の混乱は収まります。中国、魏の滅亡後、次に成立した秦の時代に書かれた歴史書、秦書には、266年、豊が中国へ使者を送ったことが記されています。そしてその記録を最後に、日本に関する記述はパタリと消えてしまいます。日本の情報が再び登場するのは、約150年後の413年の記録です。中国王朝の歴史をまとめた、領書、南史、宋書の3書には、413年に倭から使者が送られてきたということ、そして396年から482年にかけて、三、陳、清、江、武の5人の王が登場したということが書かれています。このように、これだけの情報が細やかに記録されているにもかかわらず、266年から413年の間だけが、なぜかぽっかりと穴があるのです。記録が途切れていた空白の150年間で、日本は激変しました。それまで30余りの国々を治めていた邪馬台国による連合国家から、王騎民と豪族の連合政権である大和王権の時代へと移ります。現代の奈良県北部にあたる大和地方に成立した大和王権は300年以上も続きました。頂点に立つ王騎民たちは長い年月を経て、いつしか天皇と呼ばれるようになりました。変化したのは国の体制だけではありません。例えば、魏志倭人伝によると、空白の150年の前の時代、倭の国には馬や牛がいないということが記されていました。しかし、空白後の大和王権の時代の遺跡からは、馬の骨や馬具が大量に出土しています。生活様式だけでなく、風習に関しても、邪馬台国と大和王権の時代を境に変化しています。邪馬台国には入れ墨の文化があり、歴史書、秦書によれば、男性は大人子供に関わらず、皆が顔と体に入れ墨をしていたとあります。ところが、邪馬台王権では、入れ墨の文化が消えたばかりか、罪人の証とされるなど、むしろ否定的なものになっているのです。空白の前後で歴史書に登場しても何ら不思議でない大きな出来事が様々起こったであろう変動の150年間。なぜこの期間だけが歴史から消えているのか。その理由については様々な推測がありますが、一説では中国が戦乱の時代に突入し、日本のことどころではなくなってしまったためではないかと言われています。ところで、この空白の歴史における最大のミステリーは、ここからさらに300年の時を経て作られた日本の歴史書の中にありました。266年から413年の空白の4世紀から約300年が経ち、時は8世紀。ようやく日本でも自国の歴史を記した文献が作られるようになります。712年に成立し、神々が支配したとされる神代の時代から推古天皇の時代までの神話や伝説をまとめた日本最古の歴史書、古事記。720年に成立し、神代から持統天皇の時代までの記録をまとめた日本最古の正史、日本書紀。これらの文献は当時から時代を遡り、過去の日本の歴史についても記録されていました。ただでさえ300年も前の事柄。しかも日本には文字がなかったため、一部は中国の歴史書も参考にした形跡があります。日本書紀には魏志倭人伝を参照したとする注釈のもと、倭の女王が中国魏へ使者を送ったという記載があります。ところが、その使者を送った倭の女王である卑弥呼や豊の名前、そして邪馬台国に関する記述が、これらの日本の歴史書にはなぜか一切登場しません。
魏志倭人伝を参照したのなら、あれほど登場していた邪馬台国や卑弥呼の存在は十分認識しているはずです。さらに奇妙なことには、この女王が魏へ使者を送ったとする記述は、神宮皇后という人物に関する注釈として登場し、読み手にはまるで彼女の実績のように受け取れてしまうのです。神宮皇后とは、日本書紀に記録される第14代天皇忠愛天皇の皇后にあたる人物で、忠愛天皇が崩御、すなわち亡くなった後、第15代天皇応神天皇が即位するまでの約70年間君臨した天皇家初の女王であると言われています。中国の文献にも載るほどの存在感を示した邪馬台国や女王卑弥呼の存在、正式な歴史書である日本書紀においてなぜ伏せる必要があったのでしょうか。女王卑弥呼率いる邪馬台国の存在が何者かにとってよほど都合が悪かったのでしょうか。真実は未だ明らかになっていません。空白の150年の間で日本の歴史は大きく変わり、邪馬台国が滑る時代から大和王権が滑る時代へと変化しました。この間に日本で一体何が起こっていたのか。邪馬台国と大和王権の関係についても未だ謎に包まれています。一説には邪馬台国が大和王権に滅ぼされたという説や、邪馬台国が支配範囲を広げ、大和王権を確立したという説があります。これらの謎を明らかにするには、邪馬台国が存在した場所が鍵となります。日本の歴史を根底から塗り替えてしまう邪馬台国の所在地に関する研究は、また別の機会にご紹介しましょう。突然ですが、あなたは自分の名字がどのような由来を持っているのかご存知ですか？それは脈々と続く先祖の記録。一説に10万から20万もの種類が存在するという日本の名字。歴史をたどれば行き着く先は思いもよらない偉大な人物につながっているかもしれません。こんにちは、Mちゃんです。今回は名字でわかる祖先の身分、137家の大貴族と名字成立の歴史をご紹介します。氏、姓、名字、これらに違いを感じない今の時代ですが、実は明治維新以前まではそれぞれの意味は明確に区分されていました。まずは名字が成立したその歴史を見ていきましょう。時は遡り、大和王権が勢力を誇った古代日本。この時代、朝廷は勢力を持つ一族、すなわち豪族らに王権への貢献度や政治上の地位に応じた氏と姓を与えるという氏姓制度をとっていました。氏とは、力を持った血縁集団の家系を中心に、血縁関係のある、あるいはない家々が集まって構成される集団のこと。その名は地名や職称から取られました。そして、位や性格、体裁などを表す称号として、姓が与えられたのです。豪族らはその姿勢を代々受け継いでいきました。しかし、時代が進むにつれ、氏や姓は正しく機能しなくなっていきます。功績を挙げた氏族に、天皇から姓を与え続けるうち、同じ姓が急増したのです。さらに平安時代に入る頃には、代表的な4つの氏族、源氏、平氏、藤原氏、橘氏が絶大な権力を誇ったことで、同じ氏まで増え、もはや氏と姓による区別が困難となってしまいます。こうした状況の中、平安時代後期頃、朝廷に仕える公家のうち、国政を担う最高職、太政官の中でもさらに最高幹部にあたる公卿の間で、名字が広まりました。名字とは、中国大陸、あるいはその影響を受けた朝鮮半島から伝来したあざ名の一種で、
元来ナーザナと呼ばれていました。クギョーラは自分の邸宅のある地名などを名字とすることで自らを示す称号としたのです。それ以降、名字は苦行の中だけにとどまらず、公家や武家の間でも普及します。武家が政権を握った鎌倉時代、名字を持つことは当初、権力者の特権でしたが、そのうち武士が自分の名字を農民らに与えるなどして、室町時代に入る頃には農民間にも広まりました。ところが、戦国時代から江戸時代初期にかけ、武士と農民との身分を明確に分ける動きが加速、名字は再び特権階級のものとして扱われるようになるのです。さて、江戸時代、名字の資格は台頭とともに武士の特権でしたが、やがて有力者や大商人など一部庶民にも持つことを許す名字台頭などが始まります。とはいえ、その他の大勢は、それぞれ非公式に持つ名字を公の場で名乗ることは禁じられました。260年余り続いた江戸時代が終わり、明治に入った1870年、明治政府は身分標識機能の破棄を目的に、一般庶民が名字を名乗ることを自由化しました。しかし、庶民たちにとっては、名字が必要不可欠というわけではなかったため、名乗る者、名乗らない者が混在するようになります。これを整え、戸籍制度を確立すべく、1875年、政府は平民名字必勝義務令を交付し、国民は皆公的に名字を持つこととなったのです。このようにして、氏名を持つようになった私たち日本人、今では名字のその種類、10万から20万種も存在すると言われ、世界的に見ても非常に多いと言います。これは、日本では古く、家を意識していたことに加え、名字が義務付けられた際に、新たな名字を自由に名乗った国民が多くいたためだと言われています。さてそれでは、あなたの名字は一体どんな歴史をたどって今日に至るのでしょう。明治以前、もともと名字を名乗っていた位の高い家柄、中でも朝廷に仕えていた貴族たちの名字が、もしかしたらあなたにとって身近な名前かもしれません。平安時代から江戸時代にかけて、天皇や朝廷に仕えた貴族集団、公家。時代とともに世襲の傾向が強まると、公家の中でもその身分が明確に分けられるようになりました。天皇が過ごす清涼殿の天井の間に登ることを許された上級貴族、道上家。そしてそれを許されない中級、下級貴族、地下家。道上家は朝廷の最高機関、大上官の最高幹部、公家になれる家柄です。道上家は大きく6つの家格に分かれ、家柄によりなれる役職が決まっていました。時代の移り変わりの中で政治に関わる機会が減った時期もあるものの、その権威は代々受け継がれ、江戸時代末期には137家もの道上家が存在していました。それらの名字は、江戸時代に作られた皇族や公家の名鑑、雲上名鑑に記録されています。これよりご紹介するのは、由緒ある名家の名字、格式高い道上家、その系譜の中に見知った名はあるでしょうか。最も身分の高い家格、摂家、近衛、九条、二条、一条、高司。これらは御摂家とも呼ばれ、公家の最上位の職、摂政、関白、大乗大臣などになれる家柄です。摂政とは、天皇が幼い時や女帝の時代に天皇に代わって政治を行う役職。関白とは、天皇の成人後、天皇を補佐して政治を行う役職を指します。大乗大臣は、大乗官の長官、すなわち最高職にあたり、具体的な職務のない名誉職とされていました。明治に入り、庶民が名字を持つことを義務化された時も、御摂家の名字はとても恐れ多くて、届け出ることはできなかったと言われています。最上位の摂家に次ぐ価格、清賀家、古賀、三条、西園寺、徳大寺、火山院、大井の帝、菊亭、広畑、大吾。これら9つの家は、大乗大臣などになることを許された家柄でしたが、実際のところは、御摂家が独占していたため、
太政大臣に次ぐ左大臣が事実上の最上位の官職であり、それでも老齢の当主が名誉的に任じられるなど、たった十ほどの事例しかありませんでした。摂家、清賀家に次ぐ家格、大臣家、中野院、扇町三条、三条西。太政大臣にまでなれる資格のある家柄ですが、実際のところは、清賀家の昇進に準じて昇進し、欠員が出た際に大臣になれたくらいであり、歴史的に見ても、右大臣になった例は極めて稀で、左大臣、右大臣に次ぐ内大臣を超えて昇進する事例は少なかったといいます。大臣家に次ぐ家格、右林家。66家の名字は次の通り、道場家の中で最も家の数が多く、武官職を経て三義から中納言、大納言にまで昇進できる家柄です。出世のスピードや経路は個々の家の立場などによって異なり、ごく稀に内大臣にまで昇進した例もありました。右林家と同列の家格、明家。28家の名字は次の通り、右林家と同様、大納言まで昇進できる家柄ですが、異なるのはその昇進の過程。右林家は武官職、明家は侍従や弁官などの文官職を経るという点です。特別な例としては、日本三大悪女の一人、日野富子を輩出した日野家には、左大臣にまで昇進した者がいたり、烏丸家、真出の小路家、青函寺家からは、内大臣に昇進した者もいたりします。家柄を知れば、また別の一面が見えてくる。日本の三大悪女の噂と真相については、こちらの動画でご紹介していますので、気になる方は、概要欄のリンクからぜひご覧ください。右林家と明家に次ぐ家格、藩家。26家の名字は次の通り。道場家の中では最も低い価格で、右林家や明家の昇進に準じて昇進しました。最高官位は大納言。和歌や弓や、神楽、文学、儒学、陰陽道、医道など、様々な特殊技術を持って朝廷に仕えました。以上、道場137家。最高位の系譜に、あなたの知る名字はありましたか？明治時代、彼ら公卿たちは、1869年の版籍奉還により、公卿を改め、清賀家の花の文字を取った、家族と呼ばれるようになりました。そして、1884年の家族令で、その価格により、公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵と、爵位を授かり、1947年に家族制度が廃止されるまでの78年間存続したのでした。こうして環境が変わっていく中、下級の家族たちは次第に生活に困り始め、家に伝わる宝物を売りに出して暮らすようになります。現在、私たちが博物館などで見ることのできる価値ある品々は、この時家族が手放したものであることが多いのです。競売に出された、家族の家宝の数々。その中に、1919年、かの素晴らしい日本刀も発見されたのです。数珠丸常次、日本の誇る最高峰の名刀です。伝説の日本刀、脈々と受け継がれる天下五剣については、概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。日本三大悪女、時代を超え、なおも噂のつきまとう悪名高い女性たち。一人は恐るべき、醜い嫉妬をさらし、一人は冷徹の心で強欲を極め、一人は淫乱の恥知らず、一族の破滅を導く。しかし、歴史の裏側には、得てして陰謀がはびこるもの。世に広く知られる彼女たちの敬遠すべきその姿。果たして、それは真実か？こんにちは、Mちゃんです。今回は日本史上最強と謳われる日本三大悪女をご紹介します。嫉妬深く、根性悪しきその女、尼将軍北条政子、浮世絵師一毛斎義虎、またの名を
宇田川義虎によって描かれた武者鏡に表された言葉。平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて激動の時代を生きた政子は、1157年伊豆の国、現在の静岡県に北条時政の長女として生まれました。その後は周囲の反対を押し切り、当時伊豆の国へと流されていた源頼朝と結婚。後に鎌倉幕府を開いた夫を支え、頼朝亡き後は実権を握り、幕府と北条家を支えました。彼女が日本三大悪女の一人に数えられるゆえん、それは冷酷なまでの嫉妬深さにあります。ことの発端は政子の妊娠中、頼朝に亀の前という愛人がいることが発覚したこと。激怒した政子は亀の前を家ごと破壊するよう命じ、徹底的な報復を下します。一夫多妻が当然であった当時、頼朝の正室、政子は夫が他の女性のもとへ通うことを決して許しませんでした。亀の前は命からがら助かりましたが、こうした過激な行動に頼朝の愛人たちは政子をひどく恐れたというのです。世間で広く語られる悪女の噂。しかし歴史を紐解くと意外な真相が浮かび上がってきます。悪女の言われは、実は政子が生きた鎌倉時代より400年以上も後の時代、江戸時代に後付けされたものであると考えられています。鎌倉時代において、女性は男性と同等の発言力が認められており、政子も立場を持って、北条家や鎌倉幕府を支えていました。また、夫の愛人の家を破壊した報復行為は、上成り討ちと呼ばれ、これは当時、正室に与えられた正当な権利であり、社会的に許されていたのです。ところが江戸時代になると、儒教の考えが普及し、女性は男性より社会的地位が低いとみなされるようになりました。妻は夫に従うもの、女の口出しはよろしくない。そうした風潮の中で、かつての時代に国を動かした強い女性、北条政子は疎まれ、悪い評判が後からついてきたのです。実際、政子が生きた当時には、彼女を高く評価する文書や逸話が数々残されています。裏表なく、はっきりと物を言い、同じ御家人の女性たちからは大層慕われ、戦で夫を失った人がいれば進んで保護するなどした慈悲深い女性。それこそが悪女と言われた政子の真の姿なのでしょう。戦を利用し、巨万の富を得た女、主戦土、日野富子。室町時代後期から戦国時代前期にかけて、戦乱の世に生きた富子は、1440年、山城の国、現在の京都府にて、代々足利将軍家と縁戚関係にある日野家に生まれました。後に16歳で、鎌倉幕府、第8代征夷大将軍、足利義政の正室となります。彼女が悪女と言われるゆえん、それは、気性の荒さと強欲さにあります。正室となって4年後、待望の第一子が誕生しますが、生まれたその日に亡くなってしまいます。すると富子は、その原因を、義政の乳母が呪いをかけたためだと主張し、彼女を琵琶湖の沖合にある沖島へと島流しにして自害に追い込み、さらには義政の4人の側室も追放したのです。その後は長らく男児に恵まれず、後継ぎに困った義政は、実の弟であり、僧侶であった足利義実を次の将軍に据えることにしました。格式高い浄土寺の門跡であった義実は、当初この申し出を拒絶していましたが、後見人に有力者を添えることで何とか受諾し、義政の養子という形で再び将軍家に迎えることとなりました。ところが、安心もつかの間。翌1465年、富子が待望の男児、義久を出産。当然、愛する息子のため、次期将軍の座を奪おうと、画策を始めます。政治に疲れ果て、放棄したも同然の夫、義政は、実権がありながらも、後継者の決定をせず、事態は次第に複雑化。やがては対立する大名たちの勢力に合わせた、東西二つの幕府が成立し、長く続く、応仁の乱へと発展するのです。この時富子は非常に賢く立ち回りました。戦に多額のお金が動くと考え、片側の勢力につきながらも、両軍の大名たちに
高い金利で高額な金銭を貸し付けた結果、富子の資産は膨れ上がり、全盛期には現在の価値で約60億円にまでなったと言われています。加えて、応仁の乱勃発前には、京都へつながる大きな街道に関所を設置し、徴収したお金を懐に入れていました。違う視点から見れば、働かない夫に代わり、幕府の財政を必死で支えんとする将軍の妻としての献身的な行動とも取れるでしょう。しかしいずれにしても、戦にお金に次々と苦しめられる庶民たちは不満を募らせていました。とうとう一揆が起き、関所が破壊されると、富子はそれをすぐさま弾圧。人々からさらなる恨みを買うこととなります。7年の歳月が過ぎ、1473年、富子の願いはついに叶い、義政は息子の義久に第9代征夷大将軍の座を継がせました。そして4年後の1477年、11年もの間紆余曲折した応仁の乱は和解という形で終結。戦乱は京都の町に壊滅的な被害をもたらし、一方の富子は幕府の実権と莫大な資産を手に入れました。その後義久は25歳という若さで亡くなり、続けて夫義政も逝去しますが、富子はなおも権力を持ち、幕府に大きな影響を及ぼしました。享年56歳、資産は約70億円。主戦土と呼ばれた彼女は、さてそう呼ぶに足る悪女か、あるいはあなたはどう思いますか。大院公職、恥を知らざる婦人、美しく傲慢な女、淀殿。戦国時代から江戸時代初頭にかけて壮絶な人生を生きた淀殿は、1569年、近江の国、現在の滋賀県にて、戦国大名の父と織田信長の妹お市との間に三姉妹の長女として生まれました。淀殿、本名浅井茶茶は両家の子でありながら波乱万丈の人生を送ります。茶茶がまだ4歳の頃、父が叔父の織田信長と敵対したために城に攻め入られ、母に連れられ二人の妹と共に何とか逃げ出します。父と祖父は自害、兄は処刑され、捕らえられた茶茶たちは織田家に保護されました。その9年後、茶茶が13歳の頃に本能寺の変が起き、信長が自害、一家は大きな後ろ盾を失います。そこで母お市は信長の家臣であった柴田勝家と再婚し、現在の福井県にあたる越前の国へと移住しますが、その翌年、勝家が対立する羽柴秀吉、後の豊臣秀吉との戦いに敗れ、勝家と共にお市も自害。その際お市は娘たちを保護するよう秀吉に頼み込み、三姉妹は一家の仇のもと暮らすこととなるのです。一体どれほどの屈辱であったか。妹二人が政略結婚に使われる中、母親にの美しい茶茶は特別秀吉に気に入られ、19の頃32歳の年の差で側室となりました。翌年には長男鶴松を出産しますが、幼くして早世、悲しみに浸りながらも続けて次男秀頼を出産します。長く後継ぎのできずにいた秀吉は大変喜び、京都の淀子城を産屋として与えました。ここから茶茶は淀の方、淀殿と呼ばれるようになります。1598年、秀吉が病気で亡くなると、息子秀頼はわずか5歳にして後継者となり、母淀殿の発言権は盤石なものとなります。しかしその後、徳川家康が天下を取ると、秀頼を支える母淀殿は次第に徳川家と対立、そして1614年の大阪冬の陣、翌年の夏の陣で徳川軍の総攻撃を受け、人生三度目の落城を迎えた淀殿は秀頼と共に自害し、豊臣家は滅亡へと追い込まれたのでした。悲劇の一生を送った彼女が悪女と名高いゆえん、一つには浮気の噂が挙げられます。女好きで知られる秀吉には、正室であるねねに加え、分かっているだけでも10人以上の側室がいました。しかし子供はたった4人だけ。信長の家来だった頃に生まれ、幼いうちに亡くなった秀勝、詳細な記録のない一人娘、そして淀殿との間に生まれた
鶴松と秀頼、正室との間にも一向に子が誕生しない中で、淀殿だけが二人も身ごもったため、父親は別にいるのではないかと囁かれたのです。真相は不明ですが、ただこれだけでは三大悪女の名に劣る。当然、他に大きな要因があります。悲しいことに、淀殿は生涯を通して悲劇の続いた女性でした。彼女はただ、豊臣と徳川の双方にいいように使われただけなのです。豊臣家の崩落は淀殿が招いたことだ。女なのに政治に手を出したり、戦を仕切ったり、淀殿さえいなければ、天下の豊臣家は滅びなかった。息子可愛さに、淀殿がいつまでも無駄な抵抗を続けたから、徳川家は豊臣家を滅ぼさなくてはならなかった。政権交代は正当な判断だった。このような印象を世に広めれば、すべての責任を彼女だけに負わせることができるでしょう。世に出回る文書に記されたのは、わがままで、淫乱で、出しゃばりな女の姿。江戸時代の女性蔑視の風潮も相まって、秀吉の功績を称えた絵本大公記には、おどろおどろしい蛇女として描かれ、根も葉もない悪女の噂は、死後もなお、膨らみ続けました。実際には、人望が厚く、度胸と才覚があったとされる淀殿は、また一方では、元来の性格ではなく、政治などへの介入も本来は望まず、せざるを得なかっただけとも言われます。家族を引き裂かれ、年の離れた親の仇に添い遂げ、ただ愛する我が子の未来のためだけに、家臣たちの逃げゆく中、一人、恨んだ豊臣家を死ぬまで守ろうとした淀殿。日本屈指の悪女に仕立て上がった彼女の真の姿は、困難の中、必死で人生を生き抜いた、ただの美しい女性だったのです。日本三大悪女の歴史と真相のお話、守られるだけではない、守るべきもののために戦う女性の、なんと強く凛々しいことでしょう。世界中の歴史に名を残す女性たちは、それぞれが想像を超えるほどの壮絶な経験を抱えていたようです。穏やかな日々に忍び寄る影、迫り来る運命の時、決断を下した彼女は潔く立ち向かう。一騎当選の覇者、人類最強の5人の女戦士については、概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。国の重要な書物に綴られる日本古代の歴史、日本書紀や古事記に代表される正式な歴史書の数々は、考古学や歴史学の分野を知るには欠かせない貴重な資料です。その一方で、古代日本の歴史を記録しながらも、正式な歴史とは認められていない非公認の歴史書というものがあります。古文書と呼ばれるそれらの書物は、その多くが、国の正式な歴史書と全く異なる内容が記され、あるいは制作時期を偽るなど、一部の相違から一般に偽書とされる一方で、人々はそれを大切に保管し、守り、書き写すことで後世へと語り継いできました。こんにちは、Mちゃんです。今回は日本の歴史を覆すかもしれない謎に包まれた5つの古文書をご紹介します。日本の古代文明の記録を神代文字によって綴ったとされるカタカムナ文献、その古文書の発見は1949年の出来事でした。当時電気技術者であった楢崎光月は、兵庫県神戸市にある六甲山系の金長山付近で電気の測定研究を行っていました。ある時そこに、漁師の格好をした一人の男が訪れました。平藤寺と名乗るその男は、漁に影響が出ているため、楢崎の設置した機器を撤去してほしいと苦情を入れます。楢崎がすぐに機材を撤去すると、数日後、再び平藤寺が現れ、お礼にと古びた巻物を見せました。平藤寺は、自身の父が実在不明の片鎌倉神社の宮司であるといい、巻物はその神社のご神体だったのです。巻物には渦巻き状に難解な独自の図形文字が並んでいました。
奈良崎はこれを書き写し、長い年月をかけこれらの文字を解読したといいます。カタカムナ文献と名付けられたこの文書は偽書とされていますが、奈良崎によると、かつて六甲山の地に栄えた超古代文明の記録であり、日本古来の神々の物語や製鉄方法、稲作農業、医学や哲学に至るまで多岐にわたる高度な内容が様々書かれているとされています。伝承に伝わる第10代崇神天皇の治めた時代、大多種子が編んだと伝わる発末体は正式な歴史書と題された古文書です。その内容はすべて御七帳、押して文字なる神代文字で綴られ、前編は40巻にもわたるとされています。発末体は大多種子から宮中へと献上された後、大多種子の子孫にあたる大宮一族がこれを持ち出し近江へと移動、以降滋賀県にある御代神社で大切に保管していたとされています。再び発末体が世に現れたのは江戸時代1775年のことでした。伊保祐之進という名の人物が神代文字で書かれた発末体を訳し宮中へ献上しようとしたのです。写本は複数現存し、そこには天地ができた世界の始まりから神代の時代、そして初代神武天皇から第12代景行天皇までの時代の歴史や文化、習慣などが描かれています。竹内家に代々伝わるとされる竹内文書、神代文字で書かれた文書とそれを写した写本、その他文字の刻印のある石や剣などを総じて竹内文書とされています。その内容は実に3176億年という遠い昔の出来事、天地創造から始まります。全宇宙は雨土間一つの狼によって作られ、約2000億年前に日本で生まれた神の子たちが世界中に散らばって世界の各人種となったというものです。竹内文書が世に広まったのは1910年のことでした。竹内家の養子に入った清麿という人物が竹内家に代々秘蔵していたものとして竹内文書を公開したのです。清麿は竹内文書は蛇栗のまとりによって翻訳書き写され、写本制作の命を下したのは第25代武烈天皇であるとしました。蛇栗のまとりとは日本書紀に登場する人物で、天皇4代にわたり大臣を務めたと伝えられています。まとりの祖父は竹の内の宿根といい、300歳を優に超え5代にわたり天皇に仕えたと伝わる名の知れた中心です。竹内家はそんな彼らの子孫にあたると言われており、清麿はやがて天津教の教祖となって竹内文書の宣伝と布教を開始しました。しかし1936年、清麿は不敬罪により逮捕され、竹内文書も押収されてしまいます。さらに文書は偽書である可能性が非常に高いとの鑑定を受け、近代創作だと批判を浴びました。1944年、竹内は証拠不十分で不起訴となりますが、押収されていた竹内文書はその間に空襲で焼失してしまったと言われています。山梨県富士吉田市にある浅間神社、その宮司を代々務める宮下家に伝わる古文書群、宮下文書、またの名を富士文書とも呼ばれ、77代にもわたって秘蔵されてきたと言われています。宮下文書の原本は平安時代800年頃に起きた富士山の噴火で失われ、その後副本から転写されたものも1661年から1673年の間に焼けてしまいました。しかしその焼け残りの断片を三輪義弘という人物が復元し、1921年文書の概要をまとめた神農記を出版しました。宮下文書には日本最古の正史日本書紀に伝わる初代神武天皇が現れるよりもはるか以前の富士山麓に栄えたとされる王朝などの記録が残されています。伝承によると、この文書を書き綴ったのは中国の史書にも登場する徐福と呼ばれる人物でした。徐福は秦の始皇帝の命を受け、不老不死の先薬を求めて蓬莱山を探し、
東の海へと旅立ちます。一行は中国本土から出港し、2年余りの歳月をかけついに蓬莱山にたどり着きます。宮下文書によると、その蓬莱山こそ不死の山、霊峰として信仰される富士山でした。女福とその一行はその後富士山近郊に住み、文化や技術を伝えるとともに、そこにあった伝承などを漢文に書き直しました。これが宮下文書の原本になったと言われています。女福が航海の末日本に上陸したという言い伝えは日本各地に残っています。宮下文書は一般には義書とされますが、それによると初代神武天皇が即位する以前にも51代2000年にわたり続いた宇賀や富士阿波須の国の世と呼ばれる王朝が存在したとされ、この王朝は竹内文書にも会津朝という名で登場します。兵庫県高砂市と加古川市の境に位置する高見倉山、その山頂にある高見倉神社の宮司を代々務めてきたのが久喜家です。久喜家はかつては紀伊熊野地方の豪族であり、戦国時代には瀬戸内海を活動拠点とした最強の久喜水軍の長でもありました。長らく日本の歴史に名を残し力を持っていた久喜家には、昔から秘伝の史書が伝わるという噂がありました。その文書こそ久喜文書。久喜家の先祖天の小屋根の御事の時代に書かれた神代文字の原本と、飛鳥時代の公卿藤原不人が訳し書き写したとされる写本です。1941年、その内容がついに明らかになります。三浦一郎という人物が秘蔵文書の閲覧を許され、久喜文書の研究という本にその内容をまとめたのです。それによると、久喜家に伝わる久喜文書は全部で30巻あり、そのうちの3巻には初代神武天皇よりも以前の天皇家の歴史や春日文字と呼ばれる神代文字についてが記されているといいます。一般に義書とされる久喜文書ですが、竹内文書や宮下文書にも共通して登場する宇賀や吹合図帳に関する記述も確認されています。久喜文書の原本は1945年の空襲により焼失し、残っているのは写本のみとなります。日本各地に散らばる様々な形の歴史のかけら、その真偽は不明ですが、遥か古代日本の文明の存在を期待してしまいますね。これまでに知られる古文書の他にも、大きな秘密を抱えた歴史書が今でもどこかに身を潜め隠し守られているかもしれません。さて、各地にひっそりと隠れているのは歴史的な文化財だけではありません。世界中には歴史的な財宝も眠っているのです。かつて存在し意図的に隠された巨万の財宝の数々、未だ見つからない世界に眠る伝説の財宝7000については概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。伝説に伝わる世界の財宝、太古の偉人や海賊、国家が隠したといわれる莫大な金銀財宝は、今も世界中のどこかにひっそりと眠っています。こんにちは、Mちゃんです。今回は世界に眠る大秘宝、伝説に伝わる未発見の財宝7000をご紹介します。1947年、死海の北西にある洞窟で偶然見つかった死海文書。今から約2000年前、紀元前2世紀から紀元後1世紀にかけて制作されたものでした。旧約聖書の解説や天文学、魔術、詩や目次文書など様々なことが記されたこの死海文書は、20世紀最大の発見の一つと言われ、初めての発見以降9年の間だけでも約11の洞窟で次々と見つかり、近年でも2021年に新たな文書の断片が発見されています。これらの中に一つだけ奇妙なものが含まれていました。銅版の死海文書、他の文書が羊皮紙などに書かれているのに対し、これだけが明らかに異質な文書でした。
銅の巻物と名付けられたその文書を解読した結果、驚くべきことがわかります。なんとそこには数十箇所に及ぶ莫大な財宝の隠し場所が記されていたのです。財宝を探し求めて多くの人々が謎に挑戦しましたが、これまで誰一人として古代の財宝の発見には至っていません。中世ヨーロッパで活躍した騎士修道会テンプル騎士団、聖地エルサレムへの巡礼に向かうヨーロッパの人々を守るという目的のもと、1119年に創設されました。テンプル騎士団は通常の騎士団とは異なり、同時に修道士でもある点で異質でした。しかし騎士としての実力も欠くことなく、聖地エルサレムへの防衛において華々しい戦果を上げていたため、ヨーロッパ全域で絶大な人気があり、また各国の王族や有力な貴族からの支持も得ていました。何より特筆すべきは、莫大な土地や財産の寄進を受け、さらに現在の銀行としての役割までにない巨万の富を築いていたという点です。その資金力は凄まじく、前世紀には欧州から中東の各地に土地を持ち、キプロス島は全島所有していたほどでした。そんなテンプル騎士団にまつわる伝説は数多く、エルサレム神殿の跡地から聖杯や聖筆、イエスが貼り付けにされた十字架を発見したとも言われています。そのうちの一つにこんなものがあります。テンプル騎士団の財産を狙うフランス王フィリップ4世が策略によってテンプル騎士団を壊滅に追い込んだ時、事前に情報をつかんだ騎士団は莫大な宝を運び出し、その後姿を消した。彼らが隠したとされる財宝は未だ見つかっていません。伝説の真偽は不明ですが、もし本当であれば巨万の富が隠されているに違いありません。第二次世界大戦の終わり、ナチスによって強奪された財宝を積んだまま地下トンネルに埋められたとされるナチスの黄金列車、ポーランドの地で語り継がれる伝承によると、列車には300トンもの財宝が積み込まれ、ポーランド南西の都市バウブジフ近郊に眠っているとされています。2015年、2人のトレジャーハンターが黄金列車の場所を突き止めたと発表しました。彼らはかつて実際に黄金列車の埋設作業に携わったという人物から遺言として埋めた場所を聞き出したといいます。その場所を地中探知レーダーで探索したところ、旧市街地近郊の封鎖された地下トンネルの中に全長約100メートルの列車らしきものを発見し、このニュースは一躍世界を駆け巡りました。その後ポーランド政府を巻き込んだ大規模な調査が行われますが、結果的に列車と思われていたものは自然の表層であることが判明し、残念ながら財宝の発見には至りませんでした。現在でも多くのトレジャーハンターたちが地下に隠された黄金列車を探し求め、この地を調査しています。スコットランド生まれの海賊ウィリアム・キッド、通称キャプテン・キッド。キッドの幼少期についての記録は残されていませんが、早くにカリブ海へと渡り海賊として活動していたと言われています。やがてニューヨークへと渡ると裕福な未亡人と結婚し、その後は商人となりました。1695年、キッドは再び海へ出るべく試略免許を取得しにロンドンへ向かいます。試略免許とは船を捕獲襲撃するための資格のことで、当時は国家の許可があれば敵国の商船を攻撃し略奪することが合法的に許されていました。無事資格を得たキッドは試略船の船長として活動し始めました。しかし当初は合法的に海賊船を相手取っていたものの、徐々に交易国の商船を狙い出し、やがて違法な海賊行為を繰り返すようになります。その凶悪さからキッドはヨーロッパ中で恐れられ、最終的にはボストンへ寄港した際に捕らえられてしまいます。そして1701年、海賊行為と殺人の罪で有罪判決を受け、同年処刑されたのでした。処刑の直前、キッドは莫大な宝をある島に置いてきたと訴えました。捕まる直前に身の危険を感じ、航海の途中で奪った財宝をどこかに隠したのだと。しかしキッドの主張は命が惜しくて言い出したざれ言だろうと相手にされず、
結局その在りかが聞き出されることはありませんでした。ところがその後、ニューヨークロングアイランド沖にあるガーディナーズ島からキッドの隠した財宝の一部が発見され、かの主張の信憑性が急激に高まると、人々はこぞってまだ見ぬ財宝を探すようになりました。彼が強奪した財宝の多くは現在でも見つかっておらず、その行方は謎に包まれたままです。キャプテン・キッドの伝説はロバート・スティーブンソンの宝島やエドガー・アラン・ポーの黄金柱など様々な物語のモデルとなり、現代でも広く知られる最も有名な海賊伝説の一つです。伝説の財宝は日本にも数多く眠っているとされています。全国統一を成し遂げた天下人豊臣秀吉、彼は主要な銀山金山を手中に収め、公家や大名に大量の金や銀を配ったり、黄金の茶室を作ったりと圧倒的な経済力を誇っていました。そんな秀吉は生前、豊臣家の将来を案じ、大阪城内にあった実に4億5000万両を多田銀道山に埋蔵したと言われています。両という当時の単価の価値は時期や物価により変動するため、円への正確な換算はできませんが、おおよそ1両は数万から数十万円ほどの価値に値します。となると埋蔵金がどれほどのものになるのか、その額の大きさは言わずもがなでしょう。多田銀道山とは兵庫県川辺郡稲川町にある銀銅を主とする大鉱山です。16世紀後半から18世紀前半に最盛期を迎え、江戸時代には新たに見つかった銀の鉱脈が幕府の財政を支えました。その豊富な銀や銅の産出量を称え、豊臣秀吉が自らの所在を示す馬印という印を掲げることを許した行動ひょうたんまぶや、大阪城の財政を潤した行動台所まぶなどがあることから、多田銀道山は実際に秀吉ゆかりの地と言えるでしょう。また多田銀道山の埋蔵金を示す文献は少なくとも巻物が4つ、絵図が8つ見つかっています。伝説の真偽は不明ではあるものの、期待せずにはいられません。時代は江戸時代末期、江戸幕府が大政奉還に際して幕府再興を画策し、密かに埋蔵したと噂されるのが有名な徳川埋蔵金です。1868年、江戸城が無血開城されると、財政難に苦しんでいた明治新政府は旧幕府の持っていた財産を求めて城内の金蔵へと踏み込みました。ところが金蔵の中には何もなく、すでにもぬけの殻だったのです。新政府は旧幕府が財産を隠したとして大規模な捜索を開始しました。当初埋蔵金の眠る有力な候補地として群馬県の赤城山がささやかれました。幕末期に財務の最高責任者であった小栗忠正が群馬県の赤城山に運んだという噂が上がったのです。ところが他の地域でも牛に木箱を背負わせて歩く武士の集団を見たなどといったさまざまな目撃情報が残っていることから、赤城山の噂はおとりで、実際は他の場所に隠されたのではないかという説も浮上。候補として挙げられる地域では大規模な探索が何度も行われますが、結局現在に至るまで徳川埋蔵金の発見には至っていません。太平洋戦争末期、大将山下智之率いる第14方面軍によってフィリピンに埋められたとされる山下財宝。そこにはアジア各国から略奪された莫大な金銀財宝が眠るといいます。その存在を明確に示す歴史的資料は発見されていませんが、現地の人々の間では日本人が財宝を埋め木や石に暗号を残していったなどといった証言が言い伝えられています。一説によると山下財宝の正体は丸福金貨であるとされています。丸福金貨とは福の字が刻印された特製の金貨のことで、フィリピンでの物資調達のために日本からフィリピンに空輸されたものでした。現地に届いた2万5000枚の丸福金貨は第14方面軍の司令部が置かれた首都マニラに保管されていました。しかしアメリカ軍の進軍により撤退を余儀なくされ、
司令部は約1万5000枚の金貨を持ってバギオへ移動、さらにそこから北部の山の中へと移送されたと考えられていますが、輸送に関わった人物が全滅していることから実態は不明となっています。残りの約1万枚の金貨は各地の部隊に配布され、その後終戦とともに行方は分からなくなりました。戦後マルコス元大統領夫人のイメルダ・マルコスが不正蓄財の嫌疑をかけられた際には、夫は山下財宝を発掘して財を成したと主張するなど、現在に至るまで財宝に関する噂が後を絶ちません。時が経ちなお人々を魅了する伝説の財宝、いつか再び日の元に現れるその日まで、今も世界のどこかに眠り続けているのでしょう。現代に残る伝説や神話のように、古くから伝わる物語というのも時として史実に基づきます。中世ヨーロッパに伝わる不気味なおとぎ話、ハーメルンの笛吹き男もその一つ。1284年ハーメルンの町に現れた奇妙な格好をした男が笛を吹き鳴らすと、町中の子供たちがたちまち男の後をついていき、そのままどこかへと消えてしまった。町や建物、記録文書に残る130人の児童失踪事件、童話に描かれた事件の真相とは一体。そのお話は概要欄の動画でご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。 M チャンネルでは世界に存在する不思議や都市伝説、神話などをご紹介します。この世の解明されていない謎に興味がある人は、今すぐチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。